パチテレネットプレミアムデータゾー。パチテレネットプレミアムデータゾー。見逃し視聴が9ヶ月。見逃し視聴が9ヶ月。いつでも見られる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 。ネットでパチテレ楽しいぞ。ネットでパチテレ楽しいぞ。スマホで見られる。スマホで見られる。PC も見られる。PC も見られる。パチテレネットプレミアムデータゾー。チャンネルラッシュ、今週も始まりました。パチテレチャンネルラッシュのお時間です。皆様こんばんは。パチテレサポーターの白川由紀奈です。このチャンネルラッシュではパチテレでおなじみのライターさんを毎回お招きし、パチテレ開局から現在に至るまでの膨大な VTR の中から記念すべき初登場シーンや印象に残った神回を掘り起こし、当時の思い出や収録の裏話などをお伝えしていく番組です。それでは早速最初のコーナーへ行ってみましょう。超速パチテレ1週間 VTR スタート。おお、来ましたね。さあ塩焼き来ました、いよいよ。これぞ、これぞ鮎ですが、王道ですね。お腹以外は味しょ、うん、本当、濃厚で、やっぱりその気になる、あんまり鮎食べたいことない人は臭みが気になるかもしれないです。臭み全くないですね。ない、ない。全部レイ、全部レイ、全部レイ。あ、来た。よっしゃー、やった。ありがとうございます。これで出玉あり4連チャン。果たして徳さんは抽選受けるんでしょうかね。え、6回当たってんだけど、どうしますか。やるわけないでしょうが。え、マジで、マジで。今日は久しぶりに俺も出たんだよ今日は。ほら、気戻したよ、気戻した。やっぱね、あの、だんだん臭くなってきたから。乗ってる時に口臭いやめてくださいよ。乗ってる時にね。盛り上げても、上げて、もっと上げて、上げても。いや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 。いや、もうプラスになりましたから。プラスになりました。甲子園も何度したの。はい、一回揃おうかな。これラスト挟もうか。おお、うまいっすね。味覚が、あとどっち揃うか。これ多分7揃いリープ B ってことなのかな。どうなんだろうですかね。あ、うん、ラスト、ラストでした。うまいですね。あと1枚ですね。え、前回キレイローだったじゃないですか、今回はこのパターンですよ。おもっさんです。何どころりなの。あの、変わりだね、変わりだね、変わりだね。わーおー、あった。いや、まだ何か分かんないっすよ。ちょうど今ガスで嬉しかった。うわー、鳥肌。これ呼んできた方がいいっすか。いや、呼ばない、俺一人で見る。ちょっと誰か気づかないかな。ふう、まあもちろん7が理想だけど、7じゃなくてももうちょっと一矢報いた感がね。はあ、いやー、まあ手が震えてる。いや、お前だけはやめて。よし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 よ
まあ、これもう5を超えたら読みに行きましょう。超えて、よし。おお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 お、早く、勢いがあったよ、勢いが。やらかした。やったやった、すげえ、ありがとう、ありがとう、ようやく、ありがとう、ようやく。高梨、アイスコーヒーと豆乳ラテどっちが好きですか？アイスコーヒー、アイスコーヒー、うん、これもどうぞ。何これ？おもてなしです。おもてなし、はい、こんなことまでしてくれちゃうの？しますしますよ。なんか私いつか食べてみたかったチョコレートのガナッシュみたいな。で、土手さんにはちょっと特別にチョコチップクッキーもお届けします。ほんと？好きなタイミングで食べていただいて。ちょっとこれさ、パチマガの、パチマガの女子ライター見てる、これこういうことだよ。お、すごい褒められてますよ。そうだよ、こういうことだからね。完全チョコです。平天君、やらかしました。時間にせ10時13分すいませんでした。まあ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 、こちらで。それでは行きましょう、はい、歌パチドン。やりかせてあげようかな。見せないように、優しく、優しく、正解の方はバジリスクで、頬が人工表。ことごとく外すね。こんな確率的なね、動きでね、あー、はい、斜めからジャンプしていった。斜めコース、スローで見たい。ライブ入りも回復してきた。おお、決めた。巻き物一発で、しかも早い段階で引けちゃえば。おお、うん、あー、来ましたね。うまい、確定。ありがたい。完全勝利。 50% 以上のループストック、ループストックを持ちまし。 50% 以上のループストックはでかいですよね。いや、もうある、もうある。嘘だろ、嘘だろ。あー、時間がない。俺ダッチ行かねえよ。だってうちに行こう初の満杯が見えてるからね。そうだよ、どう、うちに行こう初の満杯、ちょっと主な達成してみたっていうのは。あ、もう絶対終わんないからこんなの。もうやっぱりリプレイの出現率と、お、激しいぞ。1ゲーム目から滑った豆屋、頼むぞ。あるあるある。ああ、当たった。レギュラー回と思ったら、あ、黒ボーナスか。あ、黒だ、やった、ビッグ引けた。これデュエットとか出るとこう設定したですね。山ちゃんは何やら考え中。
スマホを出し、すると、うわ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 、レインボー、さらに保留は1個のみ、出ちゃったー、かわれ、あーダメか、まあまあしゃあない。3ラウンドの時短40、これで初当たりは4回目、止め打ちになると静かになる山ちゃん、この時ばかりは誰にも邪魔できない。マジか、当たってんの、マジか、1回当たりました。ママが持ってきてくれて、それで当てたから後ろに詰めただけで、うち自体はそんな出してないです。マジで、りょうちゃんも当たってるってこと？もうなんかすごい早い時間に遅れて様子見てないから、ちょっとどんくらい出てるかわかんないんですけど、当たってますよ我々は。やばいマジで、いい、いいな、え、お人形さんみたいだな、はあ、顔が小さい、はあ、体細い、はあ、次生まれ変わるならミサオさんのような華奢な可愛い女の子に生まれ変わりたいです。以上、超速パチテレ1週間でした。今回も見どころ満載の1週間をご覧いただきました。さあ、ここからは今回の特別ゲストをお招きして進めてまいりましょう。パチンコ攻略マガジン攻略軍団のポコミさんです。こんにちは、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、お願いします。すごい、もうあのライターさんとか関係者の誰に聞いてもポコミさんが一番可愛いって言うんですよ。あ、嘘、あのもう顔が本当に綺麗って話をいつも聞いてたので、ちょっと本当にだってもうめっちゃハードル上がってるじゃないですか。いや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 なんで、いやもう本当に、いやもう本当ですか、すごい、もう私も今緊張してるんですよ、美人は緊張しちゃうので。そうなんですか、でもぶっちゃけ会ってみて、あれそうでもねえなみたいな、あれ聞いてたよ、そうでもなくない、未だに直視ができてないんで私、あの綺麗な人はあんまり見れないんで。そんなことない、全然パッチリ目合ってますよこの4週であのちゃんと目を見てお話できるように仲良くなれたらなと思ってます。よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、この番組はご存知でした？チャンネルラッシュって番組が。あ、はい、あの見たことはなくて、はい、まだ。あのいろいろですね、ゲストの皆さんの過去の VTR を P が掘り起こしてきているので、結構懐かしいものを。怖いですね皆さんね、怖いっておっしゃるんですけど。いやだってもう昔ですよね、まあちょっと昔の私って言ったら結構やばい。そうなんですか？今はやばいですけど、もう結構やばいんじゃないかなと思ってるんで。怖い。やばいところ皆さんにお届けしたいと思います。改めて思い出してもらって、はい、はい、はい、ということで今日から4週間ゲストとして登場していただきます。よろしくお願いします、はい、お願いします。チャンネルラッシュ、それではゲストをお迎えしてこちらのコーナー行ってみましょう。大丈夫ですか？はい、練習したんで。はい、じゃあ行きますよ、はい、パチテレリターンズ。完璧ですね、さすがです。ありがとうございます。もう相当練習しましたからね、はい、鏡に向かってね、はい、めちゃくちゃ練習しました、はいはい、はい、ということでですね、こちらのリターンズのコーナーでは先ほども言ったんですけれども、はい、過去のポコミさんの出演シーンを、はい、いろいろ P が掘り起こしてきているので、はい、そちらを見ながらお話ししようというコーナーです。わかりました怖い怖いけど、うん、ちょっと楽しみなもん、うん、面もあります。何が出てくる、私もまだあのどんな VTR が出てくるのかは分かっていないので。分からないんですね。分からないんですよ。私もちょっと事前にちょっとはなんかヒントみたいなのもらえるかなと思ったんですけど、全く教えてもらえてないんでそうなんですよ、本当に分かんないんですよ、覚えてないです。毎週毎週だからドキドキしてください。ちょっと罰ゲームみたいな怖いんだよ、ね、いやでも多分ね、いいところばっかり集めてきてくれると思うんで、うん、はい、ということで見ていきたいと思います。お願いします。はい、じゃもう一度、はい、お願いします。はい、パチテレリターンズ。それではですね、早速お呼びしたいと思います。パチマガで活躍中のポコミちゃんです。はい、こんにちは。こんにちは。これはポコミちゃん。こんにちは、あいあい傘で。あいあい傘ですね。ポコミです。そして2度目ですね。そうですね、はい、今回のゲストは本初登場となるポコミちゃん。
現在パチンコ攻略マガジンを筆頭に多方面で大活躍中のポコミちゃん。ヤングさんとは西陣の動画サイト花満チャンネルで共演しているご縁で、今回はその花満会彩りでポンしちゃいます。新しい花満で見事大勝利を飾ることができるのでしょうか。お楽しみに。なんと今日はポコミちゃんの上司であるはいおてちんもあ、これは何なんですかね。はい、大事でやっぱ間がの大事な看板娘なんで心配で見に来たのか、はい、もしくは、はい、こいつはいらんことを言うとちゃうかっていうどっちもあるんじゃないですかね。どっちもですかね。どっちもだといいですよね。はい、僕ね、はい、一番その花満開の時に、はいはい、一番最初あったでしょ、はい、もう度肝を抜かれたのが、はい、やはりあれは花満開の収録なんですよ。そうですね、花満わっしょいってする収録なんですけど、はいはい、それをポコミちゃんはよりによって、はい、ゴッドっていう服を着てそうなんです、収録に現れたっていうね、はい、こいつは大物が現れたなと思ってそうです、ね、逸材を発見したと思ったんですけど、ありがとうございます。そういうふうに思っていただいて、ね、素晴らしいですよね。はい、ありがとうございます。無意識化のチョイスが素晴らしいですよね。そうです、ちょっと若干迷ったんですよ、迷った挙句のゴッド、若干1分ぐらい迷って、はいはい、で、いいやん。あ、なるほどなるほど、はい、素晴らしいですね、はい、マガン入って何年。今年の7月、あと2ヶ月ぐらいで2年ですね。あ、じゃあちょうど2年ぐらいだ。もう少しで2年ですね、そうなんです、まだまだひよっこなんですけど。その前何やっとった。私、ネイリストやってたんですよ。あ、へー、そうなんです。あれ、なんか免許とかいんの。一応、なんかこう資格っていうか、うん、国家資格とかじゃないですけど、うん、一応目安になる、技術の目安になる資格みたいなのはあるんです。へー、そのネイルのやってる頃からパチンコは打ってたんでしょ。打ってたんですよ。それでネイルが、うちのお店が8時までだったんですよ、うんうん、だから、でほぼ毎日まあ週6ぐらいやったんですよ。だからパチンコする時間がなくて、うん、もう8時ちょうどにもう終わらせるように頑張って、うんうん、そっからもう無理やり打ちに行ったりとか、高価のユーパチとかやってましたね。ストレス溜まりました、パチンコ打てなくて。ぐらい好きだったんです。そうです。最初に打ったの何、パチンコ。私は結構パチンコ歴浅くて、うんうん、高田組ですね、初代の、はい、あれ4年ぐらい前か。そうですね。一人でなんとなく打ちに行こうって思ったの。なんかよく覚えてないですけど思い出して記憶の糸を手繰り寄せてなんかそれまでは怖くてパチンコ屋さん行けなくて。わかるで、はい、それ、まあ、一般的な意見としてな。そうですね、なんかお金がすぐなくなるってイメージがあるじゃないですか、うんうんうん、だからいつもゲーセンとかでやってたんですよ。あ、ゲーセンではすでにやっとったってことな。全然やってたんですよ、高田組以前にもな。そうです、そうです、うん、で、ふっとなんかパチンコに入ろうと思ったんです。その時にお金がちょっとまだあって、うん、まあもし負けてもいいやみたいな感じで、多分空き台があって高田組が打ちたかったんですよ。で打ったら5000円ぐらいで有利子って、で7で当たったんですよ。でまあそれで2連して終わったんですけど、その時初めてすぎて箱を下ろすじゃないですか。その時に店員さん呼ぶのが申し訳ないと思っちゃって、自分でラウンド中とかに交換しちゃってて。昔は全部自力でやっとったからね。あ、そうなんですか。うん、で私が自分で交換してるから、隣のおじちゃんがいや、ここやればいいからって教えてくれて。そうなんです。そう、女の人が増えてからね、パチンコ屋さんに、はい、あのドル箱運んでくれるようになったからね。あ、なるほど、重いから。そうそう、はい、高田組打ってからそっからもうめっちゃ行くようになったの。そうなんです、1回だからホール行っちゃったから。ああ、そっからもう怖くなくなっちゃって。ああで次に打った仕事人3で、ああもうバカみたいに負けて、で悔しくて、ああでパチプロさんっていうのがいるんだったら、ああ勝てるはずだって思って、ああ勝つためにはどうしたらいいんだって思って勉強し始めたのが始まりで。勝てるようになった。それから結構勝てるようになりましたね。めちゃくちゃ勉強して。すごいな、はい、その時結構刑事、初代刑事とかもあったんで。ああ、そうか、ちょろちすればな。結構もう、そうですね、あ
と思う。全然30とか回る台見つけれたんで、結構刑事で稼がしてもらって。その仕事しながらその刑事とか打ってた頃って、はい、その理屈も分かって一応勝てるようになってきたの。相当勝ってましたね。あ、そう。どんぐらい勝っとった？30万とか月に、はい、すごいね。雑誌も読んでたんでしょ？そうですね、雑誌読んでて。全部読んでたの？主にもうマガだったの？主にマガジンですね。結構本当は必勝本とちゃうの？あの、マガです。マガなん？ガチでマガでした。ガチで、ガチで買ってましたね。そういうパチンコの仕事したいって思ったの？打ってるうち、まず最初にネイリストになるかマガに入るか迷ったんですよ。ああ、そうなんだ、はい、普通に応募したの？ちょうどあの軍団募集ってなってて、ああ、いつもはなんかデータ取りアルバイト募集ってなってるんですけど、ああ軍団募集ってなってたんですよ。私はずっと軍団員になりたかったんですよ。そうなんだ、はい。でもうすぐ応募して。あのパチテレとかは見てなかったの？パチテレとかは、はそのスタパーに加入してなかったんで、ああ満喫とかで、あの無料配信されてるやつあるじゃないですか。あれはよく見てましたね。どんな見とったの？それこそメガウォーズももちろん配信されてましたし、もう終わっちゃったんですけど、ヤングさんも出てた、あの大川博士 Z。 あ、大川博士 Z はよくね、はいはい、満喫だ。満喫とラブホでよく見られるんで。そうですね、うん、ラブホで見たことないの？ラブホでありますよ。あるんだ。ありますか？あります、はい、ラブホで大川博士見たことありますか？あります。ありがとうございます。前期のお供に大川博士と言われとったからね。そうなんですか、はい、大丈夫ですかね、この話。大丈夫です。大丈夫ですか？いや、僕はね、はい、僕はまたもう土手陣書いちゃったもんだって。そうですね、はい、他の陣営を打ち負かすべく激しいパチンコ対決を繰り広げるのであった。この戦いに参戦したのは風の陣大将スケロク、林の陣大将サーファー塩野、火の陣大将国彦、山の陣大将ピオモト。対戦は風の陣対林の陣で2戦、火の陣対山の陣で2戦行う。風の陣大将のスケロクです。今回出陣するメンバーは私大将のスケロクと攻略軍団のポコミです、今回ポコミを選んだ理由なんですが、攻略軍団の好一点として、しかもですね、引きも強い美人と評判なので彼女を選びました。林の陣に遅れること1時間、助っ人を引き連れ大将スケロクが颯爽と登場。明るく元気なイケイケ娘パチマガ攻略軍団の好一点ポコミ、大将スケロク太鼓判の引きの強さを今回発揮することができるのか。おはようございます。ただいまの時刻は9時半。おはようございます。9時半ですね。はい、はい、ですね、本日は出陣第1回目ということで、はい、かなり気合いを入れて9時半に来たんですが、そうなんですよ。なんと対戦相手の林の陣、はい、なんとですね、8時半に来てもうすでに抽選も受けて整理券ももらっているという。早すぎないですか？早いですね。早すぎですよ、こっち風なのにね。気合入ってる、ね、向こうの方がね。向こうの方がということで、はいはい、じゃあ僕たちちょっと風の陣、はい、爽やかに爽やかに、ね、風のごとく、うん、風のごとく勝利を手にしたいと思いますので、はいはい、じゃあ頑張ります。頑張ります。いざ出陣。実戦時間は前半戦4時間、後半戦4時間の計8時間。持ち玉移動、出玉共有などはホールのルールに準ずる。移動する？回らない？いや、なんか当たる気がしない。ちょっと偵察してきます。まあ、了解。じゃあちょっと偵察は偵察隊出動してきます。じゃあ黒市だね。黒市ポコミ。黒市ポコミ。ほら、出陣だからさ。出陣だからさ。あ、そう。頼んだよ黒市。あ、わかりました。なんか黒市にされたんですけど意味わかんない。お、飲まれてる飲まれてる。
レンダレンダ。今赤かったですね。え？赤かったです、三角が。お。え？どうしました？あ、当たり？やばいやばい、当たってる、どうしよう。ちょっと台選びちょっと見直すためにもちょっと見て、台をちょっと見てきます、いろいろと。スケさん、お、ポコミ殿どうでした、敵の守備は。桜マックスが満台だったんですよ、空いてれば座りたかったんですけど。確かにね。でリングもダメ満台で、でも地獄少女もうちょっとへそが結構いい感じだったんで、相手なんでちょっと打ってみようかなって。あ、確かに藤少女がね、今日ね、藤少女がいい感じなんで、ね、ちょっとじゃあ地獄少女で、地獄少女で、地獄少女も300分の1ぐらいなんで、地獄少女でじゃあ彼らに地獄を見せてやろう。よし、地獄、地獄を、地獄姉さん、はい、今から地獄少女に移動します、地獄を見せてやりますよ。お、よし頑張れ地獄姉さん、地獄見せてやります。赤障子始めましょう。え、なんかでかい、でかい赤。素敵、あ、わ、これちょっと愛ちゃんだからちょっとあれなのかな、チャンス。仕事にちょっとその桜マックスで最後勝負かける。頑張ってください、頑張ろう、残り、よし移動します。わあやばい、デンジャーから、これ多分先読みかな、先読みか、デンジャーから見た人いた、なんだこれ、なんだこれ、あー分かんない、初打ちだから分かんない、でもなんか暑そう、とりあえず暑いわ。よしよし、これは暑いでしょ、頑張って、青かこればっかだなっていうか、電車上がる2回目ですよこれ。
んないわかんない、よしよし、あーやったー、ちょっと、いやマジで嬉しいです本当に、さあ本当嬉しい、やばい、これやばいでしょ。はい、ということでヒロシアンガワーと頂上決戦出陣のゲストで出演された回をご覧いただきました。はい、覚えてました、あの2つの収録は。まずあのヤングさんの番組なんですけどは覚えてました、あれが5年前、そうですね、あれが出てくるんじゃないかなって思ってたんで、うんうんうん、ちょっとこれは予想通りかなっていうのはあったんですけど、そのやっぱり話してる感じとかはもう本当その5年ぶりに見たんで、ちょっと引きましたよねなんかちょっとギャルっぽい感じが全体的に、もうなんかつけまつげとかつけてて、もうバカみたいな化粧してたんで本当顔を、まあ、見た時に化粧がうわーって思って、まずそこで引いて、自分で引いて喋ってることも引いて、うるさいなと思ったしなんかずっと喋ってるしいやいやお仕事ですけどそうなんかとにかくヤングさんとはあの本当に、まあ、ピンというか、うんうん、1対1で仕事をさせてもらうのが初めてだったんで、うんうん、結構その頑張んなきゃなって思ったんですよ、すごいだから喋ろうって頑張ってた記憶はありますね。でもなんか緊張してる感じは全然しなかったんですけど、あーそれよく言われるんですよ、よく言われるんですけど、やっぱりちょっと頑張ろうって思ったりとか、まあ、その前はもちろん緊張するんですけど、始まっちゃうと結構その緊張はなくなっちゃうタイプなんで分かりにくいかなとは思うんですけどね、うんうん、全然なんかすごい楽しそうにお話されてる感じ収録はもちろん楽しかったんで、はい、そして頂上決戦がスケロクさんとスケさん若くないですか、なんかシュッとしてるというか、うん、細いし、はい、自分の変化にも驚きましたけど、スケさんはなんか大概だなって思って、あの鼻スケさんはちょっとうざい感じが出てて、なんかあのくのうち殿とかボコミ殿とか地獄女としてとか、なんかわけわかんない、地獄姉さん、あ地獄姉さん、そうわけわかんないことを言ってくるっていうのスケさんの、まあそう面白いところなんですけどね、結構冷たくあしらう感じでしたよね。そうですね、スケさんに対してもそんな感じです。はい、どのぐらい先輩なんですかスケロクさんは。あ全然あの5年ぐらい先輩です割と先輩、割と普通にあの結構な先輩なんですけど、まあ、スケさんって実はあのちゃんとしてるようでちゃんとしてない部分があるんで、うんうん、そこのが面白いんですよ。なんでそこをちょっと私がこう突っ込んだりとかしてやるのが好きで、割とじゃあいじられて光るタイプの。いや光ると思います、ちゃんとしたふりしてますけどそっちの方が面白いと思いますさてスケさんは、はいそしてヒロシアンガワーでねお話されてましたけど、はい、軍団員になりたくて、はい、軍団募集に応募したと、はい、いうことなんですが、そもそもライターと軍団員っていうのの違いは明確に何かあるんですか。はい、それよく聞かれるんですけど実は全然違くて、うん、あの紙面の例えば八幡賀の、はい、あのまあ信頼度何パーセントとかっていう、まあ、実践上の数値なんですけど、それはあの私たち攻略軍団が実際にホールでデータを取って大当たりの件数とかを数えたりして出したものなんですよ。うん、あとはあの攻略要素だとか止め打ち手順だったりとかを、まあ、事前にショールームの信頼出る前に打って、まあ、検証したり、攻略要素があるのかどうかを検証したりとか、まあもう本当その辺ですよね。それはもう軍団員にしか許されていないってことですか。主に軍団員がやってます。なのでライターさんは結構記事とかコラム書いたりが中心なんですけど、パチマガをある意味そういう何ですかね、機種に対してのこう数値とかっていうのを作ってるのがもう攻略軍団なんですよね。もともとネイリストさん。ああそうです。何年ぐらいネイリストさんだったんですか。仕事をしてたのは、勉強期間は抜いて仕事をしたのは 2,3 年ぐらいサロンでやってて、はい、その前に、まあ、勉強スクール通ったりとかしてる時に主にパチンコを結構打ってなんかすごい勉強されたっておっしゃってたんですけど、はい、うん、まあ、具体的には、まあ、マガジンを実際に、そうですね、あのまずそうですね、雑誌を買おうって思って、うん、パチマガ見て、パチマガを買ってました。もう月に2回発売するんですけど、毎回絶対買って、もう全部隅々まで、もう白黒ページも全部読んで、すごい、もう全部やってましたね。勝ち方とかもやっぱりパチマガが教えてくれたって感じなんで、うんうんうん、
はい、今はいろいろと言えないこともありますけど、まあ、勝ち方について、はい、あとはまあパチプロさんの当時はパチプロさん の, あのブログとかあって、うんうんうん、それをまあ読んだりとかしていろいろ見た台の選び方とか、まあ、そういうのとかもすごい勉強してました。まあ、でもね30万パチンコでコンスタントに持てればね、本当に今なかなかもう難しいじゃないですか。もうコンスタントには毎月毎月その金額っていうのは難しいと思います、ね、なかなかいい時代だったんですね。じゃあいやいい時代だったと思います。あの頃の本当ちょうど10年ぐらい前かのパチンコが私今でも一番好きというか機種が。そうなんだ。刑事とか初代刑事、うん、初代高田組とかアクエリオンとか、うんうんうん、あとショッカー殲滅大作戦とか仮面ライダーの、まああいうのとかも大好きだったんで、うん、一番好きでした。仕事人3とか、うん、好きな台が多かったです。じゃあ今でもそのゲームセンターとか昔のレトロ台みたいなのがある場所とかありますね。行ったらもう打ちたくなっちゃうんですか。あのちょっと前2年ぐらい前ですけど仕事人3が置いてあったんで、うん、ゲーセンに行ったら、うん、なんかもうついもうちょっといやちょっと打ちたいなと思っちゃって打ったらめちゃくちゃ面白かったです、もう疑似連とかがすぐ始まるんですよ、うん、もうテンポが早いもう全然今みたいなこう長ったらしい感じ、まあ、別に悪口じゃないんですけど、まあ、もう早い早い。やっぱりスピード感ある方が、あやっぱり、うん、そうですね、早い方がいいですね。だから海とか、うん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 、まあいうシンプルな台が、うん、好きなんでいっぱいわーって出てくるよりかは、うん、そういうのはあんまり、まあ、サクッと当たってくれたら一番いいですもんね。そうですね、なんかもうもり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 盛り込んで、当たるぜ当たるぜ当たるぜからのも外れみたいなのがもう疲れちゃうじゃないですか、うん、とまだ足りないのみたいな。そうあとあどこ足りなかったんだっけとか考えるのが嫌なんですよ。足りないって何と思っちゃって集めたらもう当たってほしいみたいな足りないとか意味わかんないって思っちゃうんで、そうですよね、はい、足りないとかじゃないですもん、ね、外れって決まってるからそうなんですよ。あれとあれが足りなくてとかってもう考える台がちょっと苦手です。今回はまあ初登場シーンではなかったんですけれども、はい、まあ、特にねあのヤングさんがいろいろ過去の古見さんについて聞いてくれていたので、はい、そうですね、ライターとか軍隊になるまでのお話をねちょっと皆様にはご覧いただけました。多分この後ちょっと聞きかじった話では初登場シーンもあと3章出てくるらしいので、本当に分からなくて覚えてないって思い出しようとしたんですけど、え何だろうと思っていまだに思い出せない。初登場覚えてない方初めてです。ええ本当ですか。うん、結構なんか分かんないですけどみんな初登場って多分緊張されてたりするから覚えてるのかなって思ったんですけど、でそう考えると私緊張してないのかもしれないの。そうです、見た目には全く出てないですね。そうです、そのとおりちょっとあれかなっていうぐらいののはあるんですけど確信が持てないです。じゃあ多分いつ出てくるか分かんないんですけどこの後の3週のどこかでちょっと嫌ですね昔の私。ちょっと本当嫌ですねちょっと自分で見た分にはちょっと恥ずかしいんです。本当ですか、うん、でもまあ楽しみに、はい、楽しみにしておいていただければと思います。以上パチテレリターンズのコーナーでした。チャンネルラッシュ、続いてはゲストへの質問コーナ ー、 はーい、はい、このコーナーではですねツイッターで視聴者の皆様からね、はい、募集した質問に答えていただくという、はい、ちょっと怖いな、大丈夫かな。大丈夫です、今見たところ怖い質問なかったね。あ、よかったです。はい、まず一つ目の質問参りましょう、はい、ペンネームカッツンさん、はい、今まで売ってきたパチンコ台で大好きな機種トップ3を教えてください。あー難しいなちょっとね先ほどその昔のパチンコ台がちょっとさらっとは、はい、言いましたけど、やっぱり10年ぐらい前の機種になりますけど、はいはい、あー1位、あー難しい、ちょっと時間もらっていいですか。そうですよね、そうなりますよね。あの1位が多分何個もあるんですよ、うんうんうん、つけられないんですよね、うん、今日生駒さんはちなみに決められない、来週までに決めるって言って持ち越しにしたんですよ。そう、あなるほど、1、あそう、あまあな、1位が、あおーって考え、どうしよう、来週までの宿題でも大丈夫です。宿題にしましょうか。わかりました、
やっぱね難しいですよね。やっぱ絞るっていうのがなかなか難しいですね、どんどんあれもあれもって出てきます、忘れてるだけかもしれないし、いろいろ出てくるかもしれないんで、はい、じゃあ来週お答えいただきます。続いてペンネームスコーピオンのカズさん、得意な料理は何ですか、とのことなんですが、料理は普段よく、そうですね、あの一応いや家族がいるんでやってるんですけど、うんうんうん、得意な料理はあでも本当ベタなんですけど、カレーとかオムライスとか本当その辺です。本当ベタですけど、もう家庭料理のなんか安心する、お家に帰って今日カレーだよって言われるとちょっとなんかテンション上がりますよね、はい、自分がもう好きだから作った昔から自分が好きな料理ばっかり作ってたんで、自分がいっぱい食べたいから、あの量結構食べるんで。え、そうなんですか、はい、え、意外。あ、そんなですか、うん、はい、こんなに細いのに。いや、全然全然なんか、でも細い女性って逆に細い方の方が食べるんだなって最近思い出したんですけど。いやいや全然です、私本当に今やばいです本当に。まあその話置いてきて大体終わらないですからね。置いてきまして、なので自分で量いっぱい食べたいから、うんうん、自分でその好きな料理を作ってて、じゃあ結構作る時もカレーだったら結構、うん、鍋いっぱいになるんで、はい、もう3日ぐらいもう3食カレーとか、いけちゃうぐらい量作っちゃうんですよ。あと肉じゃがとかもすごい一気にこんなぐらいの量食べるんで、え、1回ですか、1回で、はい、もうすごい食べるんで、うん、すごい量作ります。でもなんか本当家庭料理って感じですね。そうですかね、うん、オムライスも大きすぎて1個が卵がまず負けないんですよ、大きすぎて、こんなんなんですよ、本当こんなん作るんで負けないから乗せるって感じになるんですけど、半熟の、はい、乗せてパッと乗せるぐらいなんですけど、前いたことないんですよね、負けないです。あ、要は大きいから負けない、負けないです、負けない。はい、では今週最後の質問です、はい、ペンネームポコちゃんさん、ライター名のポコミという名前の命名の経緯を教えてくださいと。あ、それもすごく聞かれるんですけど、うん、わかんないんですよね、私わかんない、わからない、もう名付けられてそのまま受け入れて、それに近いですね。いくつかあの候補があって7個ぐらい、うんうんうん、でその中に私元ネイリストっていうのもあって、うん、あの ネイラーなんとかかんとかとかもあって、うんうんうん、そういう、まあ、なんだろう、私の本名をもじったりとか、ちょっとまあ由来が、まあ、あれかなみたいな想像つくようなのがあったんですけど、ポコミだけ意味わかんなかったんですよ。なんか浮かんじゃったんでしょうね、ポコミって。その人が、でも編集の方が、まあ、あの意見持ち寄って、まあ、この中から選んでっていう感じだったんですけど、ポコミだけ本当わけわかんなかったんで、逆に私がちょっとグッときちゃって、私がでも選んだんです。あ、その7個の候補の中から、はい、ポコミを選ん、じゃあそれでいきますって言ったんで、あの選んだの私なんですけど、由来が全くわかんないんですよ。え、そのポコミっていう案を出した編集さんがどなたかっていうのはご存知なんですか？知ってます、知ってます。その人は何て言ってるんですか？あ、なんて言ってんの。多分意味はないと思うんですよね、なんとなく響きで。多分そうなんじゃないですかね、適当な人なんで。はい、へえ。じゃあもうポコミさんもそれを見た中でやっぱビビッときたのがポコミだったか、うん、そうですね、なんか一番こう光って見えたとか、なんかこれかなみたいな感じですね、うんうん、じゃあその名付け親の編集さんもあれですよ、俺が名付けたんだぜみたいな感じですよね。もう今となっては、でもなんかそんなことを本当に言ってるから。あ、言ってる、本当に言ってるから。そう、確かお餅っていう、あの私の攻略軍団の後輩におもちくんっていうんですけど、おもちくん、はい、もうつけたの彼なんですよ。あ、すごいですね、なんか名付けセンスが素晴らしい方なんですね。じゃあお餅は確か由来はお餅みたいだから、多分そんな感じで、本当にそのまま だったと思いますね。へえ、すごい。今度改めてちょっと聞いてみますね、うんうん、その方に、うん、なんでって気になりますもんね、はい、分かったらまた教えます、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、まあ、経緯はあの由来は分からないけど、まあ、候補の中から選んだ名前、私が選んだ名前でした。はい、ということで今週の質問は以上となります。来週も質問コーナーありますので、はい、ぜひお答えいただきたいと思います。はい、お願いします。質問くださった皆様どうもありがとうございました。ありがとうございます。以上、ゲストへの質問コーナーでした。来週を最後までご覧いただきましてありがとうございました。さあ今回はポコミさんゲストの第1回ということで、懐かしい映像もご覧いただいたんですが、改めてご覧になっていかがでしたか？いや、もう自分でこう気
憶の中にある自分ってあるじゃないですか、うんうんうん、でもこう実際に映像としてこう見ると逆にこうああ懐かしいこうだったんだなとか、うん、もうなんだろう自分なんですけど第三者みたいな目線で見てたんで、はい、うざいなと思って自分でうざいなと思って見たんですけどすごくあのいい思い出ですね、うん、なんか逆にこうそういうのを見せてもらって逆にありがとうございますっていう感じですね。まだまだあと3週ありますので ね、たくさん VTR 出てくると思うので、はい、来週もちょっと、はい、怖い部分もありましたけど本当今楽しみな気持ちが大きいんで、うんうん、あ、よかったです。楽しみたいと思います、はいはい、じゃあ来週もよろしくお願いします。さあそしてですね番組公式ツイッターではもちろんこのポコミさんの回の更新情報もアップしていますし次のゲストに関する情報もお知らせしていますので気になる方はぜひフォローしてください。アカウントはこちらです。よろしくお願いします。さあ来週も引き続きポコミさんをお迎えしてゲストにまつわる貴重なシーンをお届けしていきますので皆様どうぞお楽しみに。来週も質問コーナーありますのでそちらもぜひ楽しみになさってください。それではまた来週、さよなら。さよなら。